いわき金山駅構内。鉄道駅に近い雰囲気を有していたいわき金山駅は、かつて福島県西白川郡金山村にあった運輸通信省白宝線の駅である。路線休止後は日本国有鉄道の自動車駅となった。本駅は1916年に開業した白宝鉄道の金山町駅として開業したのが始まりである。その後、 1938年の鉄道省の借り入れを経て、1941年に国有化されたが、選挙区の悪化に伴い、白鳳線が不要不急路線として休止されたため、鉄道駅としての営業も休止となった。第二次世界大戦が終結した後も、鉄道駅としての営業が再開されることはなかったが、白鳳線が線路跡をバス専用道とした。 国鉄自動車局の自動車路線である白方高速線として営業が開始されることになり、1957年4月26日より自動車駅として営業を開始した。この時、旧駅舎と同じ場所に新たに建てられた駅舎は近代的な駅舎として紹介された。また、白方高速線の停車場では唯一の駅員配置駅となり、荷物扱いも行われていた。 その後も、表坊村の中心駅として営業を続け、1986年には、鉄道駅から通算して、開業70周年を迎え、後見の記念乗車券も発売された。しかし、分割民営化後も、JR 東日本に引き継がれたものの、駅業務は1988年3月31日、限りで廃止となり、駅舎のみが残る状態となった。 1996年には駅舎も解体され、駅構内は国道289号に転用された。前日の通り、廃線跡をバス専用道とし、その後国道289号の道路改良に伴い一般道路に転用されているため、鉄道時代の痕跡はほとんどない。ただし、JR バス関東白宝線の岩木金山停留所は、 自動車駅としての岩木金山駅と同一地点に設置されており、バス停留所には、鉄道駅と同じ様式の駅名標が、掲出されている。ABJR バス関東、東北道東括支店発行、白鳳高速線開業50周年、P14、JR バス関東東北道統括支店発行、白方高速線開業50周年 p 1 4 j r バス関東東北道統括支店発行白方高速線開業5 0周年 P33、 JR バス関東東北道統括支店発行、白鳳高速線開業50周年、P22、ありがとうございます。